出血と対決なんて考えただけでずいぶん早く目が覚めちゃったよ。おお、田所おはよう。相馬くんも緊張して眠れなかったんだね。いや楽しみすぎてさ。まったく君は遊園地へ行く前日の子供のようだな。たくみくんも楽しみなんだね。あれから電話で確認しましたが、私たち反逆者は4つのルートに分けられたようです。そうなんだ、みんな大丈夫かな。おーい、こっち来いよ。朝食まだだろ、せっかくだからご一緒してけ。でもほら田所ちゃん、食え食え、なかなかいけるぜ。それより早く試験についてお聞かせいただけるかしら。お反逆者たちへの試験内容、真っ当かつ正当な勝負なのでしょうね。昨日までのような不正行為はありませんね。そりゃ試験官たちが勝手にやったこと、私らは汚ねえ真似なんかしねえよ。で俺の相手って誰なんすか。やっぱ林道先輩。いや、お前の相手ならもうそこにいるぜ。新たに十傑入りした葉山明だ。